皆さんこんにちは。リビングライフの時間がやってまいりました。今日も神様の御言葉を通して励ましを受けてまいりましょう。今日のテーマは詩編67編の1節から7節、私たちが受けた恵みと祝福、神の国の種となるということを分かち合ってまいります。詩編67編1節から7節、どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように、セラ。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。セラ。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。今年も最後の月になりましたが、この一年は皆さんにとってどんな一年だったでしょうか。いろいろなことがあったかもしれません。しかし、終わりよければ全てよしというような言葉もございますので、この12月、神の祝福をお祈りをしております。クリスチャンはこの全ての人生をどのように見ればよいのでしょうか。それは神の祝福の中に生きているということで自分の人生をくくるとよろしいかと思うのであります。確かに個々に見てまいりますと試練や困難はあるでしょうし、自分の願い通りにいかないことも多いでありましょう。しかし実際あなたが神を信じているということは驚くべき祝福なのであります。そしてあなたはその祝福を受け、神の祝福によって生かされ、さらには祝福の担い手となって、あなたが周りの人々に祝福を分かち合う、そしてそれを流していく中心となっていけるということを聖書として知ることができるのであります。この詩編の67編の1節にも、どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるようにと祈られています。聖書を見ますと、この祝福という言葉で思い浮かぶ人物がいます。それは信仰の父と言われていますアブラハムでございます。創世記の12章の1節2節から3節を見ますと、神様がアブラハムに与えられた約束が出てまいります。それは祝福の約束です。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたを大いなるものとしよ。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると出てまいります。これは単にアブラハムへの祝福だけではなく、神を信じるすべての者に与えられている約束でもあります。ではここにどのような祝福が書かれているのでしょうか。まとめてみますと、あなたは祝福となるとありますが、アブラハム自身個人の祝福が一つございますね。さらにはあなたは大いなる国民となるとありますから、これはアブラハムの家系といいますか、アブラハムのその親族に至る祝福ということができます。
さらにはそこにこのあるところの民族ですね、大いなる国民としようともありますから、国民の祝福、さらには地上のすべての民族はあなたによって祝福されるとありますから、これは全世界の祝福の源になる。それがアブラハムに与えられた約束です。だから神の祝福というのは個人にとどまりません。あなたの家系にも流れます。あなたの民族にも流れます。まあ、私たち日本人であれば日本の民族に流れます。いや、日本の民族だけにとどまりません。それは世界にまで流れていく祝福なのであります。ですから、2節を見ますと、この詩編の67編の2節を見ますと、それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためですとあります。国々ですね。3節、神を国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。4節、国民が喜び、また喜び歌いますように。そうです、ここにあるのは個人の祝福にとどまらず、国々の祝福が、神の祝福が及んでいく。それがこの一人個人、あなたや私たちを通して流れていく祝福なのだということが詩編で言われているのであります。クリスチャンはただ自分が救われてそれで終わりではありません。あなたの家族が救われます。それだけではありません。あなたの身内親族友人も救われるでしょう。あなたのコミュニティも、またあなたの属している民族も国民も、さらには全ての国々のその世界の祝福。何か大げさに聞こえるかもしれませんが、いや、そうではありません。あなたに与えられている祝福はそのような大きな祝福のうねりとなって流れていくんだという、この大きな神の祝福のトレンド、流れがあなたを通して始まるということを覚えていただきたいのであります。まだそのイメージがすぐにはつかめないかもしれません。しかし最初は何でも小さな流れから始まります。そしてその小さな流れがやがて大きな支流へ、大河へと変わっていく。その祝福の始まりがあなたからなのだということを覚えていただきたいのです。イエス様も、そのことを言われました。天国はからし種のようなものなんだ。そしてその種は野菜の中で一番小さいけれども、成長すると空の鳥が宿るほどに大きなものになるんだ。あなたは小さいからし種のような、吹けば飛ぶようなものかもしれません。しかしそこに与えられた神の命の種が宿り、それが祝福となってうちに広がっていくならば、あなたはあなただけではなく主の証人となって、周りの人々の祝福へ大きく変わっていくということを覚えていただきたいと思うのです。6節に、地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。7節、神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。そうです、地の果て果てまで神の御業、祝福が及んでいくことを覚えてください。そしてそれはあなたから始まるということを信じていただきたいのであります。あなたは決して小さい存在ではありません。偉大な神の祝福の可能性があなたの地には満ちている。そしてそれが今日からまた始まることを覚えていただきたいのです。心から神の祝福をお祈りしております。神様はこの現代にあって祝福の担い手を探しておられます。アブラハムを立てられ、祝福のもといとされたように、神様はあなたを祝福のもとい、祝福そのものとして
この大きな祝福を世界に流したいと願っておられます。どうかそれを信仰によって受け止め、あなたのできるところから祝福を与えるものになっていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。神様、どうか祈りを共にしておられるお方が、その神からいただいた祝福を分かち合うことができるように、お隣の人に、周りの人に、そしてこの遠くにいる人々へと、その祝福が流れてまいりますように。神の祝福を心から信じ、イエスの名前によってお祈りをいたします。アーメン。